宮城県立子ども病院。宮城県立子ども病院は、宮城県仙台市青葉区落合4丁目にある小児専門病院である。地域集散規模市医療センターにも認定されている。総病床数は160床である。東北地方で唯一の高度小児専門病院として、2003年、平成15年に開設された。外来診療は、基本的に紹介状。 診療情報提供書を持った患者を対象とする予約制であり、周産期、小児の3次救急については1年中24時間対応するが、母体側に合併症がある場合や提出性、体重時の搬送については、仙台赤十字病院や東北大学病院と役割分担して受け入れている。二次救急は、仙台医療圏、仙台市内が県域の臨番制に参加。 一時救急は基本的に受け入れていない。なお、本病院は公立病院ではあるが、医師、看護師を含め職員には公務員の身分は与えられてない。新病棟である卓棟館と渡り、廊下で宮城県立宅もも支援学校と接続されている。卓棟館には県が設置する児童福祉法上の施設である宮城県立卓棟園を併設されている。 青葉山丘陵を挟んで、仙台市都心部の西側にある、愛子盆地内にあり、広瀬川による貸し団球場に立つ。JR 仙山線陸前落合駅の徒歩圏にあり、緊急輸送道路に指定されている国道48号、愛子バイパや東北自動車道、仙台都市県環状自動車専用道路、仙台宮城 IC からも至近である。病院ヘリポートも併設する。運用時間。 9時 -17-00。水道取扱金融機関は他の県立病院を指定していた流れと従前から落合地区に宮城町支店を設置する仙台銀行を指定している。なお、正門脇には77銀行の ATM が設置されている。1969年昭和44年に東北大学省二課が 小児病院設立要望書を作成したとされるが、経緯の詳細は不明。また、本間俊太郎宮城県知事時代に、小児病院設置が検討されたものの、財政難を理由に断念した。1993年、平成5年11月21日、福祉分野が、専門の浅野志郎が知事に就任すると、2005年11月20日まで、在任、東北大学に、 宮城県母市総合医療センター設立推進協議会以下協議会と機が設立され、これが活動母体となって署名運動やチャリティーコンサートなどを行い、県側に集散企業から小児医療までを対象とする病院以下子ども病院とシルスの設置の働きかけを行用になる。1996年平成8年5月10日、 周産期医療対策事業の実施要項について、定められた厚生省児童家庭局長通知、周産期医療対策整備事業の実施についてが、各都道府県知事宛に送られた。これにより、総合周産期母子医療センター、国庫補助ありを3次医療圏、都道府県単位に1カ所指定すること、地域周産期医療センター、国庫補助なしを2次医療圏に1カ所以上、 認定することになる。1997年、平成9年4月には、子ども病院の早期設立を求める20万人分の署名が知事に手渡され、その後は子ども病院設置に向けた動きが県側で急速に推進された。県では、県内の週産期及び小児医療の再編成、ネットワーク化についての協議を行って、計画を作成した。その中で、 県内に一箇所しか指定できない総合集産期母子医療センターは実績がある大赤十字病院を当て2002年4月1日指定子ども病院は地域集産期医療センターの一つに認定されることになる。また子ども病院は当時建設中だった国立生育医療センターを班に生育医療を理念に掲げる病院としてデザインされることになった。 1999年、平成11年には、病院の建設が始まり、2003年、平成15年8月に、病院の建物が竣工。子ども病院整備事業費、1999年度から2004年度は145億7000万円、うち国庫2億9200万円に乗った。同年9月18日には、子ども病院の隣接地に、 ドナルド・マクドナルド・ハウス仙台が解消。同年9月26日、会員準備をしている医師、看護師、技師など職員37人が、シックハウス症候群見られる症状を訴えていることが報道され、同日の県議会で知事が十分な対策が取れなかった場合のオープン延期の可能性を示唆した。同2003年、平成15年11月11日、 シックハウス症候群問題が一応の解決を見たため予定通りに暫定オープンの形で宮城県立子ども病院が会員院長には設置活動の母体となった協議会の代表で東北大学教授を同年春に定年退官した大井隆二が就任した2004年平成16年4月1日に子ども病院はフルオープンとなる当初 宮城県立子ども病院は管理委託方式、公設民営方式を採用し、1999年度、平成11年度に、第三者機関の宮城県子ども病院運営主体選定、評価委員会が公募に応じた3団体を審査し、財団法人公正会に運営を委託した。しかし、浅野の地域で、後に宮城知的障害者施設解体宣言に関わる田島、義明、 および、浅野と宮城県仙台第二高等学校で、同級生だった、目黒大一郎仙台整病院院長が理事である、財団法人構成会に運営委託されたことに、対し、宮城県議会で問題になった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。